そう、あとね、なんか、チーキーか、デッピーで、選んでいいと思いますみたいな DM も来たの。え、何言ってんの？なんか、その、怖がらないで、なんか前に踏み出すみたいな。あや、消えちゃった！なんか、自分を押し込めないでみたいな感じの感じ、本当にニュアンスなんだけど。何言ってんだろうみたいな。なんかしかも、単純にね、その DM 見て、何言ってんのと思ってたの。で、しかも、そしたら、なんかほのかさんは好戦的なんで、なんか反発してくると思いますけど、みたいな書かれ方してて、その DM で。なんか、私勝手に、その、恋愛対象を、その人に決められて、なんかこうした方がいいと思いますって言われた上に、なんかほのかさんは好戦的なんでって言われて、なんか何だと思ってるんだろう私のことをすごい不思議な DM だった。不思議じゃない？めちゃめちゃ謎だったんだけど。私 DM ちゃんと見てるよ。せめてチーキーかデッピー でだけでも絞ってみるといいと思うよ。知らないうちにチャンス逃してしまうから、どちらかが本命であれビジネスであれ表向きだけでもやらないことを決めてみるといいと思います。はい、ほのぴー好戦的だから怒りそうだけど。あって今 DM 見たけど、一日中ずっと作戦練ってたんだ。推しも二人いちゃいけないらしいっす。この人的にはなんか一人に絞れって不思議じゃない？別に推してるだけなんですけど、好きな人決めてるわけじゃないんですけど。わかるよ、付き合う人は一人じゃなきゃいけないよって。わかるよ。ジャンプは俺が先行する。わかります、わかります。やるべきことをやるだけ。好きな人は一人じゃなきゃね、やっぱりね。ダメだよね、ブラちゃん。でも推し活なんだよな。推し活っていうか、まあ別に一人に絞る必要あります？ありますか？なんなら私もう好きな配信者いっぱいいますけど、いますけど、その顔出ししてる人をこの人推しなんだよねって言ってたらリアルじゃない？私だから顔出ししてない二人にヘイトを向けてはいるんだけど、なんか顔出ししてる人をさ、この人推しなんですって言ったらさ、めっちゃガチっぽいじゃん私が言ってたら。わかる？なんかわかるかな？言いたいこと、私の言いたいことってかな。顔出しね、してない人はしてますの方だ。ちょっと安心感ない。現実でワンチャン会っちゃいそうじゃん、なんか顔出ししてる人って。わかんないよ、勝手にイメージね。あと45秒で閉じるのにエネルギーアモが切れた。ビップとかね、そう、私がビップ推しですみたいに言ってたらちょっとやばない？なんかちょっとやばいっしょ。あー、なんか裏で合ってんだろうなって感じするでしょ。わいは 2D、3D 問わず推しみんなと付き合ってるつもりやで。あ、もうそれもまあ病気なんだけどね。ちょっと病気かな、それは。全員と付き合っちゃってんだ。ちょっとまずいかも、それ。